皆さんこんにちは、シンです。本日は誰もが見取れるような美しい胸筋を作るのに特化した5つのエクササイズをご紹介したと思います。お楽しみに。はい、ということでね、やはりね、まあ、筋トレやってる方だったら、まあ、これはウエイト自重関係なくどなたがでも目指される胸筋、はい、皆さんがねこう見取れる胸筋で、僕の中で美しい胸筋イコールあのね、下がここの下の部分がしっかりと整って、ちょっと丸みを帯びたお胸って言い方おかしいですけど、を僕は目指してます。で、結構ね、皆さん最初筋トレ始められる方って大体こう、じゃあチェストプレスいじめてやったり、あとは腕立て伏せノーマルやって、大体胸の上部が発達しててこう上にね膨らんでいくんですけど、まあ、そこじゃないです。僕がフォーカスしたいのはこちら下ですね。やはりここを整えれば形が綺麗に見えます。なので今回はもうここのね、下側とあと内側胸のねにを育てるに特化した5つ種目をねご紹介したいと思います。てことで1発目、エクスプロシブダイヤモンドプッシュアップです。はい、こちらね、胸の内側に焦点を当てていきます。で、まあ、普通のダイヤモンドプッシュアップの形で下ろす、で上げるときにこう飛ぶんですけど、飛ぶときに手を内側に返すような感じで胸の内側を締める感じで、こういうギュッとねやっていきます。何回かやっていきましょう。初めてやられる方ぜひお試しください。こちらね、結構普通のねエクスプロシブと違って胸の内側ダイヤモンドプッシュアップで、もうその時点でレベル違うんですけど、ちょっとそこからさらに難易度1個上がるので、相当胸の内側に効くんで、ぜひお試しください。続いて2種目目、コマンドプッシュアップをご紹介していきます。僕が大好きなプッシュ系のエクササイズの一つです。超効きます。これこの感じで締めた状態から下に落として、上に上げていくときにまた引き締める。で、何回かやったらグリップを変えて、はい、もうこちらもね、ぜひやったことない方ぜひ試してみてください。ウェイトトレーニングにも引けを取らないぐらいの負荷がかかるので、胸の内側バチバチ効きます。次行きましょう。はい、続いて3種目目、ここから胸の下部分でやっていきます。スードプランチプッシュアップです。こちらも僕が大好きな種目の一つです。スードですね。前の方にこうちょっと肩を持ってって、で腕の形はね、前でもいいし、僕がちょっと手首痛いので開き気味にするんですけど、この状態で落とすと、で上げる。で、一番難しいのは多分この姿勢をキープすることなので、まあ、そこを重視してやってみてください。はい、こちらもちろん胸の下にも効くんですけども、二頭筋、そして肩にも効く、もうコンパウンドムーブなんで、ぜひお試しください。次行きましょう。続いて4種目目です。ストレートバーディプスです。はい、やっていきましょう。はい、でちょっとね、腕はワイド気味に開いた方がいいです。ちょっとでこの状態から真下に落とす、で胸の、まあ、下部分がつく感じでバーで上げていく。はい、こちらもね、こちら多分ですけど、僕の、まあ、多分てか、ここの部分を作り上げてくれたエクササイズの本当に一つです。こちらが結構要になってきます。はい、ぜひお試しください。ラスト5種目目、インクラインアーチャープッシュアップをご紹介します。はい、こちらもね、胸の下ですけど、よりワイドに効かせてきます。こういう感じで、まあ、机でも椅子でもいいんですけど、見つけてもらって、そこから手を置いて落としていくと。で、手の形はなるべく前じゃなくてこっちの方がいいです。逆手っていうんですかね。の方がより下に効きます。胸のね。はい、お疲れ様でした。結構これだけも効いてますね。はい、皆さんお疲れ様でした。今日ね、ご紹介した全5種目。
どれもが、胸の下部分とあと中心部分に効かせたメニューになっています。こちらの5種目だけでメニューを組んでいただくことも可能ですし、自分ご自身のワークアウトのプランの中に、1種目ずつぐらい取り入れていただいても構いません。ぜひね、結構ねちゃんとねこう形が出来上がるんで、くっきりと、こちら目指されている方はぜひお試しください。ということで、本日の動画が参考になったと思う方は高評価、そしてチャンネル登録まだの方、初めての方よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。